今の力を試すにはうってつけだな。もらったぜ必殺火炎星。サンダーボルト連邦。竜巻。ちょっと待って。まったくひどいことするわ。目指すは世界一の大剣豪だ。危険な天候にご注意ください。トレインタフルール。一発で決めてやる。必殺。火炎星。俺がまとめて相手してやる。竜巻。サンダーボルト連発。ロビン、怪我はない？ええ、頼もしい航海士さんのおかげね。なんかヤバそうな場所だな。ほっ、女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。サンダーボルト転送。もう少し休ませてくれて。トレインタフルール。そっちけ。竜巻。どこにいようが撃ち抜く。うそっぺ。飛んだ。ど真ん中だ。まったく、俺も強くなっちまったもんだぜ。ボス、うまくいきましたね。スナッハッハッハ。ああ、バカな連中だ。きっと今頃、砂漠の東で途方に暮れてるだろうさ。なあ、お前はさっきの。
忘れてたが、そういやいたな。どうやら砂族にさらわれたんじゃなかったみてえだな。砂！てめえら、なんでここに？そう、一般人のふりをして私たちを油断させて、隙を見て水と食料を奪っていったのはあなただったのね。スナファファ、だったらなんだ。言っておくが、水も食料ももう俺たちのもんだぜ。砂漠ではな、騙される方が悪いのさ。そんなの知るか。飯を奪ったお前らは許さねえ。ボス、こいつらの相手は俺たちだけじゃ。スナファファ、分かってる。こういう時は用心棒の先生だ。というわけでお願いします。先生、先生。おい、見ろあそこ。あら、ずいぶん変わった先生ね。油断すんな、来るぞ。見ろあれ、バナナからワニが生えてるぞ。本当だ、変なバナナだ。バカだな、よく見ろ。あれはワニからバナナが生えてんだろ。こんなやりとり前にもしたような。あんたたち真面目にやんなさいよ。ルフィ、食料を取り返すんじゃなかったの。うおー、俺の飯。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。やるか。やっと俺の出番か。よし、交代だ。お前らに任せ。ゴムゴムのガソリンだ。まだだ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。きっちり肩をつけるとするか、一刀流。いよい、シッソンソン。肩をつけるとするか。くそ。聞かねえな。医者、医者を呼んでくれ。
ボーショット。やりやがったな。その程度だ。くそ、ぶっ飛ばしてやる。おりゃ、よし、行くか。竜巻。効かねえな。医者、医者を呼ん。アームポイント黒点ロゼオン。やりやがったな。その程度だ。クソ、違う。ボーショット。効かねえな。切り替えがありそうだ。竜巻。その程度だ。ぶっ飛ばしてやる。次はどいつだ。ゴムゴムのブレッド。誰か早く。これで元気になるぞ。まだまだ。切り替えがありそうだ。効かねえな。ボーショット。その程度だ。こいつ強えな。クソ、違う。その程度だ。俺がゴムゴムのブレッド。よし、行く。一刀流、いよい。シッソンソン。これで元気になるぞ。おう、助かるぞ。チョッパー、ぶっ飛ばしてやる。そうだ。その程度だ。クソ、違う。ボーショット。効かねえな。刀の下げにしてやる。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。トゥン、どけ。クソ、違う。私の番のよう。いつも通り自由にやるぜ。効かねえな。その程度だ。いけるか。ゴムゴムのブレッド。よし、行くか。俺の方が強い、それだけだ。そんな先生がやられちまうなんて。なんだ、てめえは戦わねえのか。勘弁してくれ。俺が砂族のボスをやってられたのは先生のおかげなんだ。それだってたまたま先生との交渉がうまくいったからで。俺にいいから、お前俺の水と飯返せ。みんなの飯な。スナフェー、今すぐに。これでもういいですよね。ほら、奪ったものはすべて返しましたし。よくないわ。私たち
結局レインベースにどう行けばいいのか聞いていないもの。あ、そうでした、そうでした。でしたらここから砂漠の方へ戻っていただきますと、ボーンブリッジキャニオンへの入り口がありましてですね、レインベースに行くにはまずそこを通って岩山を越えていただく必要があるかと。そう、わかったわ。とりあえずボーンブリッジキャニオンを目指せばいいのね。はい、さようでございますです。それでは皆様、良い旅を。ちょっと待って。まだ何かご用で。私たち、あんたたちに散々迷惑をかけられたのに、このままお別れってのもなと思って。と言いますと？あんたたちがあくどいことをやって溜め込んだお宝を私たちに全部よこせって言ってるのよ。スナフー！そんな、どうかそれだけは。あら、彼ショックのあまり気絶したわね。まったく、よくこれで砂族のボスなんかやってられたわね。でもいいわ、ここは砂族のアジトだもの。お宝の隠し場所もどうせこの辺に決まってるわ。さあ早速探すわよ。私の目は絶対にごまかせないんだから。いいから、ボーンブリッジキャニオンを目指そうぜ。サンダーボルト点火！見たいって言ってるでしょうが、次はないわよ。面白くなってきたわね。ぶっ飛ばす！作るね。さ、ディナーの準備に取り掛かるとするか。おお、サンジ、飯。いっちゃやってやるか。行くぞ、勝負だ。何よあいつ、普通じゃない。ルフィ、やっちゃって。おう、任せとけ。さて、どうしましょうか。俺の仲間に手出すな。しなさい。サンダーボルト点火！ゴーカー。まずいわね。やるか。任せな、俺が仕留めてやる。ナミさん、ロビンちゃん、怪我はないかい？あるサンジ君、お気遣いありがとう。
問題ないわ。問題ないわ。やった力を取り戻せたみたいね。俺はまだまだ強くなる。やったあ、私のお金。行きましょう。レディーが待ってるっていうのに回すこと。俺の仲間に手出すな。その程度だ。来るなら迎え撃つ。トレインタフルール。たちなんかお呼びじゃないのよ。サンダーボルト点火。おもトレインタフルール。フリップ。マナーがなってねえの。砂漠を乗り切るまで食料の配分はどうするべきか。何ブツブツ言ってんだサンジ。食い物なんかじっと見つめて悩むくらいたくさんあるなら今グッチバを。食い切れるかどうかの心配じゃねえよ。なあ、ずいぶん奥まで来ちまったけど、そろそろさっきの大穴のとこまで戻った方がよくねえか。私のお金。威勢が良さそうね。恋はいつでもハリケーンだ。頼りになるわね。狙うならあっちにしなさいよ。サンダーボルト点火。存分にやらせてもらうわ。トレインタフルール。そんな。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。レディーにはこの特別な一皿だ。行くぞ。ゴムゴムの
程度だ。行くわよ、サイクロンクレスト。ボーショット。効かねえな。よし、行くぞ。くらえ。いいわ、任せて。そこまで。ちょっと痛いわよ。そこでおとなしく寝ててちょうだい。私の出番ね。よいしょっと。よし。よし、かかってこい。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。さあ、ガツンとかますわよ。サンダーボルト、ヘッド。覚悟しろよ、ゴムゴムのピストル。来るなら迎え撃つ。トレインタフルール、フリップ。めちゃめちゃ効いたぞ。あんたたち、お金いくわよ。サイクロンクレスト。さあ、喧嘩だ。ゴムゴムのピストル。ロビンちゃん、これが終わったらスイーツを作るね。ロビンちゃん、紅茶でも飲んで一休みしよう。そうね、いただこうかしら。あのカラフルなのはキノコ？ずいぶん大きいわね。
があるじゃねえか。よし、行くぞ。あなたの体、変わってるのね。なんだこれ。綺麗だな。おい、不用意に近づくんじゃねえよ。危険なものだったらどうすんだ。ウソップが変な亀裂に吸い込まれた。ウソップ、どうなってるの。ヒスタリアに吸い込まれたのよ。ヒスタリア。ええ、この割れ目はほつれた記憶が生んだもの。このメモリアは思い出の世界でも、記憶は曖昧なものだから、どうしても歪みができて、このメモリアとは別のヒスタリアと呼ばれる空間が生成されてしまうの。じゃあウソップはそのヒスタリアってとこに飲み込まれちまったってことか。ええ。おい、リム、ウソップは無事なのか。多分。でも、記憶のほつれに飲み込まれて戻ってきた人は誰もいないわ。行くぞみんな、ウソップを取り戻しに。ここがヒスタリアか。さっきいた場所と同じように見えるけど。どこだ、ウソップ。残念だけど、あなたたちは行けなかったみたいね。リムちゃん、君も来たのか。いいえ、私は記憶のほつれに触れていないもの。つまり、あなたたちはヒスタリアに行けなかったということ。行けなかったってどうして。どうやらヒスタリアに行けるのは選ばれた者だけみたいね。それって、みんな、チョッパーとゾロがいないわ。リム、俺たちはどうやったら向こうに行けるんだ。記憶のほつれを通ってヒスタリアに行けたのは彼らのみ。救出は二人に任せるしかないみたい。俺たちは信じて待つしかねえってことか。くそ、無事でいろよ、ウソップ。ここがヒスタリアか。
他のみんなはどうしたんだ？俺たちとは違う場所に現れたのか、こっちに来られなかったのか。どうする？じっとしてる理由はねえだろ。行くぞ。おい、どこに行くんだよゾロ。どこって、ウソップを探すに決まってんだろ。それはそうだけど、一人で行こうとするなよ。お前だけだと迷子になるだろ。え？迷子になるわけねえだろ。どの口が言ってんだ。お前を探すのはウソップを探すより大変なんだからな。おいおい、チョッパー。なんだ？向こうで何か戦ってる。え？この匂い、ウソップだ。きっとウソップが戦ってる。行くぞ。妙にガランとしてやがる。なんだこいつ、頭の上に妙なもんつけてんな。お前、怪我してるじゃねえか。どうした？草の化け物にやられたんだ。草の化け物？母ちゃんの病気を治すために薬草を取りに来たら襲ってきて。じっとしてろ。今手当てしてやる。それより長鼻の兄ちゃんを助けて。僕を守るために向こうで戦ってくれてる。長鼻のお兄ちゃん、ウソップだ。行くぞ。大した怪我じゃなくてよかった。応急処置はしたからな。俺たちが戻ってくるまでじっとしてるんだぞ。うん。ウソップ、今行くぞ。いた、ウソップだ。ウソップ。ん？来てくれたのか。俺はもう二度と会えないかと。話は後だ。その化け物を切り倒すぞ。一発で決めてやる。必殺解雇。授業にはちょうどいいな。竜巻！あいつの弱点はどこだ？どうだ！怪物のパワー見せてやる！もういいんだ、俺。昔人間になりたかったのは仲間が欲しかったからだ。ウソップ、無事でよかった。ま、当たり前だ。俺がそう簡単にやられるわけねえだろ。それよりここは一体何なんだ。いきなり変な亀裂に吸い込まれちまってよ。ヒステリーだ。ヒスタリアだよ。そう、それだ。チョッパー、説明してくれ。その亀
記憶のほつれをほどく鍵を見つければここから出られるんだな。うん、リムはそう言ってた。鍵か、しらみつぶしに探すしかねえか。そういや、さっきやった坊主、頭の上に妙なもん乗っけてたの。ん？そういや、あの光ってたやつ、記憶のほつれにそっくりだ。あの坊主が鍵だってのか？それはわからねえが、何か知ってるかもしれねえ。あいつのところに戻ってみよう。無事だったか、坊主。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃんこそ無事だったんだね。当たり前だろ。俺は偉大なる海の戦士。あんな草なんかに負けるわけねえんだ。ところで、お前、その頭の上にあるのって、え、何のこと？その浮かんでる輪のことだ。分かってないみてえだな。どうしよう、これじゃ何もわからねえぞ。そうだ、俺、薬草を探さないと。早く母ちゃんの病気を治してあげなきゃ。頭の上の記憶のほつれにそっくりな光のは、ヒスタリアから脱出する鍵か、鍵に繋がるヒントに違いねえ。どうしたの、お兄ちゃん？あ、いや、なんでもねえ。それより薬草探し、俺たちも手伝ってやるよ。また化け物に襲われるかもしれねえからな。本当？ありがとう。聞いた話によると、薬草はこの辺りにあるはずなんだけど。手当たり次第に探すしかないな。近くまで行けば俺の鼻で嗅ぎ分けられるかもしれねえ。そりゃ頼りになるぜ。さすがだな、チョッパー。褒められても嬉しくねえぞ、この野郎。それじゃ行くぞ、お前ら。あ、うん。なあ、みんな、どうした、チョッパー。もしかしてもう薬草を見つけたのか？あ、いや、そうじゃなくて、さっきの戦いで不思議な感じがした。確かに妙な力の流れを感じたな。言われてみれば俺も感じたな。まあ、今は薬草探しに集中しようぜ。まず、そうだな。
悪いが、加減するつもり。三刀流奥義、三千世界。もう気は抜かねえ。死ぬのは嫌だな。おう、俺が相手だ。さすが長の邪魔だ。道は開けてもらう。わらわらと集まってきやがって。心配すんな、チョッパー。悪いが、加減するつもり。三刀流奥義、三千世界。みんな、怪我はないか。これで元気になるぞ。狙撃手の腕を見せてやる。必殺火炎星。怖くねえぞ。ハウンポイント黒点ロゼオン。俺ダメだ、やっぱり熱いの苦手だ。おめえがモコモコしてるからだろ。その着ぐるみ脱いだらどうだ。この野郎、トナカイをバカにするのか。やめとけチョッパー、興奮すると余計熱くなるぞ。俺の出番か。竜巻ポイントも制御できるようになったし、もうみんなに迷惑かけねえぞ。俺もだ、弱いままじゃ生き残れねえ。俺に任せろ。竜巻で決めてやる。必殺火炎星。俺だって戦えるんだ。アームポイント黒点ロゼオン。もういいんだ俺。昔人間になりたかったのは仲間が欲しかったからだ。
これが薬草だ。でかしたチョッパー。ボス、薬草を見つけたぞ。ありがとう。これで母ちゃんの病気が治せる。これで記憶のほつれも解消できるな。ああ、力も取り戻せる。このガキ、その薬草をよこしやがれ。やめろ。これは母ちゃんの病気を治すのに必要なんだ。こっちは大金のためにその草ずっと探してたんだよ。なんだあいつ。武装してやがれ。仇じゃねえな。おい、おっさん、そいつの手を離せよ。先に見つけたのはこっちじゃねえか。ああ、なんだてめえらは。引っ込んでろ。おい、おめえら、こいつらを黙らせろ。やる気みてえだな。坊主、今助けてやるからな。修行にはちょうどいいな。竜巻。俺が相手鬼殺す。返す。まだだ。俺の番だな。これで元気になるぞ。肩慣らしといくか。竜巻。恐ろしい敵だったが、このキャプテンウソップの敵ではない。坊主、あれ、あいつどこ行ったんだ。助けて。うるせえ、おとなしくついてこい。あいつら、坊主ごと薬草を持ってきやがった。おぞ、あいつを助けねえと。目を離した隙にさらわれちまうとは。大丈夫かな、あいつ。とにかく後を追うぞ。